本当に笑えなくなっちゃって、目もないので本当にこのように目かきました。私自分の顔を見た時、泣いていいのか笑っていいのか。不満不平言わずに前向きに取り込むってところはすごいですね。こんにちは、アグネスちゃんです。前回は乳がん発覚した時とか手術のエピソードをお話ししました。今回は5年間続いた乳がん治療とその体験を通じて私は何を感じたか伝えたいと思います。魚森先生、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。術後の痛みのことに関して、公演とかコンサートとかもあったと思うんですけども、はい、手術した後に大体5日か5人もコンサートがあるんですね。で、先生がチューブが取れればいけるんじゃないって言われて、でもなんか私すごい吐いちゃったし、ご飯食べられなくなっちゃったし、先生が心配で退院できないって言って、え、でも仕事どうしようとか言って、これは自分の想像できなかったけど、胸がちっちゃくなると思ったらすごい手術後っていうのは腫れるんですね。服も入れなくなっちゃって、すごい大変だった。手上がらなくなるんですね。こっちの手でマイク使って歌うので、こっち持つと音程外れるタイプなんです私。だからそれはすごいなんかいろいろありましたけど、まあやるということになったんですね。まあ最初すごく困ったなと思ったのは、こう放射線治療ですね、はい、こう残ってるかもしれないからということ で3ヶ月ぐらいですけど、こう毎日行くんですよね。そうです。地方の仕事が多くて、まあ、やると時はすごい短いんです、はい、1分ないか2分とかそういう感じなんですが、すごい大変だったんですけど、なんか友達ができて楽しかったかなって。みんな、ね、こうなんかお互いに食べ物とかお守りとか、なんかで看護婦さんたちとかも元気でおはようみたいな感じで、で私はちょうどクリスマスの間にも行かなきゃいけない。で技師さんの皆さんとか看護婦さんたちがみんな帽子かぶって1個だけ飴配ってくれたのね。飴1個だよ。でもすごい嬉しかったの。それがものすごい落ち込んでた自分はすごいなんか励まされて、で医療関係者の笑顔っていうのはめちゃくちゃ大事なんだなって、まあ受けた方は分かると思うんですけど、焼けてくるんですよね。胸が焼き魚みたいな感じでこう焦げてくるんですよ。これはどうなっちゃうんだろうと思ったんですけど、綺麗に治ります。と1、2分なんですね。そう、当てられた時間は本当にそうなんです。でも私が一番辛かったのはホルモン治療でした。ホルモン治療も副作用実は地味にあるんですよね。更年期障害と似てるような症状が出ますよとか言われたんですけど、頭痛いとか眠れないとかイライラとかもそうなんですけど、湿疹が出て、で湿疹で柔らかいところから出て首に来て顔に来て、もう厚メイクはすごいあれから上手になったんですけど、そうしたらある日夜中起きてトイレ行ったら顔が倍くらい腫れたんです。こんなに腫れるもんかと思うくらい、目が見えないぐらいもうパンパンなんです。マネージャーのドア開けたらひっくり返りましたから、誰みたいな感じで、目もないので本当にこのように目かきました私自分の顔を見た時、泣いていいのか笑っていいのか。でもそれでもコンサートやって、多分その日のお客さんは、わあアグネスさんってテレビ映りいいなって思ったと思うんです。本当にそれは置かれたところに不満不平言わずに前向きに取り込むってところはすごいですね。いやでもね、気持ちはすごいめけた。本当に笑えなくなっちゃって、その時三男はまだ小学生だったんですけど、晴れるとみんなもうご飯食べる時でも下向いてママの顔見れないのよ。これ辛いから、ママの顔見ると。でママも辛い。である日私の寝る時にこう三男がそばに来て、ママ今日のジョークって言うんですよ。冗談を言ってくるんですよ。インターネットとか本で仕入れたジョークを。もう泣きながら大笑いして、そうすると彼がこれ聞くと思って、毎晩こうジョークを仕入れては、夜来て披露してくれるのよ。もうその姿を見て、私ってなんで弱気なんだろう、見て子供をここまで心配してここまでやってくれるんだからって、それで本当に勇気つけられて、もう晴れても何でもこれは頑張ろうと思ったんですね。素晴らしい。いや本当にちゃんとホルモン治療を、ね、されながら、まあ、仕事と家庭をですね、両立されていたんだなって思いました。これをしたら再発しないっていうのはどうしても決まったものってなかなか難しいんですけれども、まあ、プラスアルファ少し効果は言われているけれども証拠不十分なところがあるといえば乳製品、大豆、イソフラボン、
この辺も再発予防にはなると言われているんですけども、ストレスをためない、適度な体重コントロール、これがやっぱり一番だと思うんですよね。あ、うん、再発率っていうこと、ステージ1だとだいたい再発率が 10% ぐらい、自分がその 10% に入るのか 90% に入るのか考えるのって全然違いますよね、うん、だからもう神様しかわからないことに悩んだってしょうがないんだから、再発率のことは考えなくていいんじゃないということはいつもお話ししています。私は乳がんの友達を作るっていうのも大切だと思うんですね。乳がんの友達ができるとお互いに励まし合ったり、はい、こういろんな話ができるんですよね。そうするとなんか自分の力が湧いてくる、前向きになれる、乳がんになってから構想できることっていうのが仲間の中で発見していくわけですよ。もし自分がちょっと孤独だなと思ったら、そういうグループを探して話し合うと、私みたいに笑顔ができると思います。ありがとうございます。乳がんを経験して取り組んでいる活動、ここも少し伺いたいなと思ってたんですよ、うん。あれから私は日本体癌協会の微笑み大使になったんですけど、やっぱり検診率を上げようということだったので、その時は県にもよって違うんですけど、十何パーセントしか検診行ってないところもあったんですね。でそれで私たちは政府にも呼びかけてクーポン作ってくれたりとか、いろいろ努力して、今市町村によっては 70% くらいの人が行ったりしている。でだからみんなでやれば少しは良くなるんだ。でも一番大事なのはやっぱりその患者さんのケア、それと予防、それと検診、これが私たちが一番やりたいことですね。検診受診率を上げる、なぜなんだろう日本はこんなに低いんだろうっていうのがみんな持ってるんですけども、なかなか上がってこないですね。でやっぱり著名人の方が乳がんになられて公表されてくれる、こうしてくれる、これはもう本当みんなうんって言ってみんな手がそこに行くようになるんですね、はい、本当にありがたいんです。まず何か痛いとか気になることがあったら、近くのクリニックとかどこでも行ってほしいんですよ。ここから受診してもらうっていうところからも私たちは啓蒙しているんですけども、なか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 私思うんですよね。日本の女性って自分のこと一番最後に後回しするタイプなんですよ。まずは子供、あ、旦那さん、親戚、近所、友達、猫、犬、亀、金魚みたいな、これ全部やってから自分のことが最後の最後に回すんですね。それも大切なんだけど、病気になって分かったことは、自分倒れた場合全部そう一番大事な人たちに迷惑かける、心配かける。だからお願いするのは男性です。お母さんがいるんだったらお母さん言ってくださいよって言って、ね、旦那さんのためだったらじゃあ言ってやろうかな、そうそう、子供が言うからしょうがないわみたいな感じなんですよ。あなたのためだったら言ってやるわみたいなタイプなんです、女性は。日本の女性特に。なんかしっくりきました。そうですよね、日本人の女性の方、確かに自分後回し後回しの精神っていうのがありますよね。検診ってどうしてもどんな検診があるんだろうってね、それぞれのがん種によってありますよね。で乳がん検診で今認められているやり方は2に1回のマンモグラフィーのみなんですよね。しっかりとがんの検診を受けることで、死亡率減少効果が確実と言われているから。ただ日本人の乳腺は高濃度乳腺、少し乳腺が濃い乳腺の方が多いんです。そうするとマンモグラフィーで挟んでも濃い乳腺の中から白い乳腺のしこり見つけられないんですよ。はあ、じゃあどうすればいいかっていうことで、やっぱり超音波が入ってきてるんですね。ですね、だからいつも超音波やってからマンモグラフィーなんですよ。あ、そう、それいいと思います。やっぱり毎日ホルモンの、女性のホルモンの関係でお胸の張り、はい、月経周期によってお胸のその硬さが少し和らいで、うん、痛みがないタイミングでもし受診する場合はタイミング合わせてもらえると少しまた痛みを感じることが減るかなと思うんです。これはいいヒントですね。検診を受けるタイミングは大事なんですけども、そこを逃して次の検診まで待ってしまう人も中にはいるんですね。だからもしそこでしこり、痛み、違和感、そういうことが少しでもあったらですね、女性の臓器だからやっぱり受診したくない、怖い、そういうところもあるのを十分承知しております。それでも何か皆さんのためになりたい、そういう気持ちでいっぱいになっているのが我々なので、いつでも何でもご相談乗りたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。今日本は2人に1人はがんになってしまう、3人に1人はがんによって命を落としてしまうと言われているので、つまりがんに関わらない人生というのはないんですよ。2
2人に1人ががんになってるんだったらもう1人看病やってるんですよね。でもしかして私もっていうのはいつもその気持ちを少しだけでも持ってで検診に行ってほしいなと思うんですね。子供が授けるのは絶対見れるなとか、子供が結婚するとき私は絶対その場にいるなとか、無意識に自分その中にあったんですね。でも乳がんになって実は生きているだけでもうラッキーなんです。毎日を大事にする、そしてこうやって人と会っている、こうやって皆さんと話して生きてるっていうのも決して偶然じゃないし一つの恵みなんですね。だから乳がんになってがんになって毎日がもっともっと輝くようになりました。でもそれもやっぱり早期発見できたからっていうことなので、いろんなサービスが利用できるので自分の地域で調べて無料なのか多少の費用払うのかっていうのはあると思うんですけど、一回やってみてください。